2019年には問題の追悼企画24時間テレビは嵐相葉雅紀のみ出演か9じゃ2税ほぼ無関与の深い理由。約2週間後の8月31日9月1日日本テレビ系では毎年夏恒例の超大型特番24時間テレビ47位は地球を救うのかが放送される。以前から賛否両論ある番組として知られるが 今年は昨年起きた大不祥事や社会情勢から例年以上に大荒れとなっている。2023年11月、日テレの系列局である日本海テレビの経営戦略局の局長、懲戒解雇済み具が24時間テレビの寄付金や会社の売上を着服していたという不祥事が発覚。元局長は今年の7月22日に業務上横領の疑いで、 書類送検されている。また、今年はお笑い芸人の安子25がランナーを務めるチャリティーマラソン企画には以前から真夏にマラソンをさせる必要はあるのかという声はあったが、今年は連日の猛暑から例年以上にあまりに危険という声も多い。そして今年の24時間テレビは嵐相葉崎41が保護犬トリミング。 のコーナーに出演する以外は、スタートエンターテイメント、旧ジャニーズのタレントの出演が発表されていないことも大きな注目を集めている。24時間は、旧ジャニーズ事務所と超密月とも言える関係の深さが有名ですよね。03年の時をから23年のなにわ男子までずっと旧ジャニーズ所属のタレントがメインパーソナリティでした。制作会社歓迎者。 昨年、事務所創業者のジャニー北川氏、去年89の加害問題が大きな騒動となり、9月に事務所が正式に加害行為を認定。ジャニーズ事務所は消滅し、タレントのマネジメントはスタート者に移行されることとなった。そんな中、今年の24時間テレビはメインパーソナリティ枠を廃止する運びとなったのだ。番組恒例のスペシャドラマにも、 旧ジャニーズのタレントが積極的にキャスティングされていましたよね。今年は伊藤敦史さん40を主演に、芸能界のレジェンドである大将、萩本金一さん83と萩本さんの妻の物語、スペシャルドラマ、金ちゃんのすみちゃん、萩本金一を愛した女性、8月31日午後9時頃が放送予定。ですが、でもスタート者タレントは起用されないと言いますね。 全二24時間テレビ内ドラマは、カトゥーン亀梨和也、38が06年放送の、勇気で主演を務めてから、23年放送の何は男子道枝俊介、21が主演を務めた、虹色の超口的障害者と歩んだ町工場の奇跡へまで、ほぼ毎年旧ジャニーズテントが主演を務めてきた。22年放送の、 無言館は俳優の浅野忠信50が主演だったが、メインキャストには旧ジャニーズに所属していた IMP の影山拓也23分の27年5月大賞が出演していた。全室の制作会社関係者は言う。今年の24時間に旧ジャニーズの相場産業が早々に発表された理由は、 今回の24時間の総合演出が、相葉さん MC の動物番組、ああ。みんなの動物園の総合演出を手掛けている方だから、と言われています。つまり、制作の一番の責任者と深い関係があるからですが、同時に、相葉さんには、24時間で保護犬トリミングを7年間続けている実績もありますからね。スペシャルドラマに限らず、今年の十四時間テレビ、 にスタート社のタレントが起用されることはほぼないと言われているという。8月17日には出演者第2弾情報が解禁となり、土屋太夫さん29らの出演が明らかになりましたが、そこにもスタート社タレントの名前はなかったですね。本番では、どかのコーナーで少しだけ登場する可能性はあるでしょうが、もうメイン的に扱われることはないと見られています。 そして、相葉さん以外のスタート者タレントの起用がない理由は、日テレというよりは、スタート者サイドの意向だとも聞こえてきていますね。前室の制作会社関係者。ジャニー氏が長年こうなってきた課害は、あまりにも卑劣なもので、決して許されるものではない。愛は地球を救う、という24時間テレビのチャリティ精神とは決してそう言れないもの、ステと社は、 そう考えていると言われている。そして、ジャニー氏の件が冷めやらぬ状況で、スタート社のタレントを積極的に起用すると、24時間での過去が蒸し返されてしまう可能性もある。そのリスクも懸念していると言われていますね。そのため、スタート者は今年の24時間に対して、かなり距離を置こうとしていると伝わってきています。全道 24時間テレビはメインパーソナリティを筆頭に旧ジャニーズと密月関係にあったが、その極め付きがジャニー氏の追悼企画だった。ジャニー氏は2019年7月9日に成去したが、それを受けて同年の24時間テレビは番組内で追悼企画、生涯を捧げたエンターテインメントジャニー北川の思いを放送。嵐をメインに、 ジャニーズ JR 内ユニットからもストーンズ翌20年1月デビュー、ハイハイジェッツ、美少年、少年忍者の4組が出演し、両国国技館で旧ジャニーズの楽曲の数々を披露。歌唱前には嵐のリーダーで現在活動休止中の大野里氏43がジャニー氏の人物像を振り返るスピーチもしていた。当時の時点で、 ジャニー氏の追悼企画を行うこと自体や、一般的な認知度が低いジュニア内ユニットを4組も起用したことに番組の私物化を指摘する声もあり賛否両論でしたが、ジャニー氏の所業が明るみになった今となっては、国歴史どころのレベルではないことでしょう。スタート社の発足から1年も経っていないのに、旧ジャニーズの時と同様に多くのタレントを、 24時間に出したら世間はやはり蜜月のままと感じるでしょうし、ジャニー氏を賛美した追悼企画が掘り返されて、またワーギジになってしまうかもしれない。それは旧ジャニーズとは距離を置く新たな会社として生まれ変わったスタート社にとって最悪の展開ですよね。